ちょっと入り口に面白い温泉なんですけど、ね、なんか私はてっきり、うん、私が大好きなタレントの大泉洋の美容室かと思いきや、実は小泉洋一っていうね、あんまりあんまり被ってないかな。確かにちょっとね。国立大学鐘が鳴るまでベンチトーク。皆さんこんにちは。この番組は国立大学という番組で、一橋大学の学生を中心とした学生で、いろいろ国立の周辺の地域に飛び出してその地域の魅力を伝えようとしている番組です。はい、本日お送りするのは一橋大学経済学部3年の佐々木雅文と、早稲田大学国際教養学部4年の福田かなみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて皆さん聞こえるでしょうか。今日はなんか水の音がしてますね。これ水ですよ、この音。ここは実は一橋学園駅の近くなんですね。皆さんどの市にあるかご存知ですか。一橋学園、一橋といえば国立市なんですけれども、うんうん、実は一橋学園は小平にあるんですよね。そうなんですよね。私たちは今国立からはるばる小平まで自転車でやってきましたね。やってきましたね。そう、あんまり開いてないんだけど、うん、一橋には小平にもキャンパスがあって。ああ、そうなんだね。なかなか学部生とかは使わないから、うん、特に私なんて一橋学生じゃないからね、うん、一橋っていうと国立ってイメージだけど。そうだよね、うん、あまり来ないけど、まあ、ただ実はその小平キャンパスには一橋の寮もあって、いろいろ一橋生が行くようなお店もこの一橋学駅の周辺にあるということで、今日はなんかそういうお店にも行けたらいいなって、うん、自分はなんか別に寮生じゃないんだけど、うん、そっか、なんか寮の人と遊んだ時にとか連れてってもらったりして、うん、美味しいなみたいな、ね、学生サイズで、ね、すごいなみたいな。あ、そうなんだ。お店もあったりして、一橋学生が通い詰めているお店などをね、発見できるのかな、ね、楽しみに。じゃあ行きましょう。行きましょう。早稲田大学国際教養学部4年、商店街共同の福田かなみです。おじいちゃんとうどんが大好きです。国立大学。ということでね、今日一橋大学の、学園一番街をずっとまっすぐ歩いていって、うん、そうだね、また同じ、この噴水広場みたいなところに戻ってきた、うん、帰ってきたね。しっかり寒くなったったね。ね、まず最初に行ったのはあの健康食品のお店。あ、そうだった。行ってきたよね。なんか、うん、黒糖だとか、うん、あの生姜の紅茶だとかをいただいて試食させてもらって、うんうん、なんかすごいいろいろなところで展開してたのね。健康とか美容とか、ね、健康にまつわるいろいろ、あれをいただいただけで体が浄化されるようになった ね。なんか歩く元気が出たよね。なぜか生姜で。一橋学園駅の北側にいるんですけれども、ね、ちょっと学園一番街っていうのがあるね。うん、なんか一番街っていろんなところにあるよね。一番ってどういうことだろう。一番ってどういうこと。俺なんか、うん、一番地にあるから一番街なのかなと思って。あ、そうなんだ。今電柱見たら学園東町の一番地の、うん、一番地って書いてあるから、そういうことなんじゃないかな。へえ。お店が詰まっててさ、うん、アーケードもあるから。そうだね、なんかすごい商店街商店街してるよね、うん、まさしく商店街っぽいね。道の幅も広いし、あ、狭いし、うん、はい、これ何ですか。これ黒糖です。はい、黒糖です。食べてみてください。お買い物ですか。はい。なんか今ここ歩きながらラジオを収録するっていう。今ちょっと収録してるんですけど、一橋大学の学生なんですけど、はい、一橋大学あるじゃないですか、はい、だからなんか国立からこっちに出張してきて、はい、すごい、ありがとうございます。あったかい。あったかいですよ。あ、おいしい。あ、よかったです。あ、お茶おいしいですね。これ何のお茶ですか。生姜です。なんか温まる感じがする。あ、そうですよね、甘くって、はい、あ、なんか体に良さそうな。わからない。あ、体にいいことやってます。あ、そう。ヘルシーフード売ってらっしゃるんですか。はい、へー。で、沖縄の商品とかいろんなものこういうことやってまして。あ、そうですね。よかったら、あ、ありがとうございます。
ポカポカパワーで体生き生き。ずっとここでお店をされてるんですか？あと隣も一緒です、ね、あ、そうなんですか、はい、お隣は何のお店ですか？まあ、こっち整体と整体カウンター、はい、フェイシャルだったりいろいろ、はい、フェイシャルって何ですか？顔のマッサージ、いいですね。やったりとか、あとは反対側にスーパーがあるんですけど、そこの4階で運動やったりとか。あ、皆さんその同じお店から、そうですね、なのでこのお店をしながらジャージなんです。あ、なるほど、そうなんですね。いつでも運動できるように。健康とか美容とかには、やってます。え、国立の方からもうこちらずっと歩かれてるんですか？自転車でここまで来て、歩いてきたのすごいところなんで、都合のいいところだけ歩いて収録するっていう。そうなんですね、楽しいですね。そうですね、じゃあちょっと、飲み物飲みますよ。ごちそうさまです。はい、ちょっとまたじゃあここに戻って、はい、行ってきます。今度は何か購入して、はい、ありがとうございます。行ってらっしゃいませ。ありがとうございました。ということで、スタイリッシュボディさんっていうね、今トータルボディコーディネートのお店で、コンディショニングかのお店でね、いろいろまだ食べてますね、かなみん。まだ食べてるね、まだおしゃべりモードじゃない。じゃあ、あのおばちゃんたち元気だったね。なんかやっぱりさ、ああいう運動のことやってるだけあってさ、ジャージで現れたからね。そうだね、びっくりしちゃってさ。販売なのにジャージなんですって言ってたもんね。元気いっぱい、全身ジャージなんですって言ってる上着が明らかにポロシャツだったことについては触れなくていいのか。まあジャージ、ちょっとポロシャツも動きやすい。おばちゃんにとってはね、すごいね、もう運動着としてね、よかったね。なんか最初出だし順調だったね。そうだね、なんかこちらから話しかけずと思って会話が生まれてよかったね、うん、本当に北東を糧に前へ進めたね。あ、なんか日焼けした、日焼けした、ペコちゃんが、おしゃれ、このペコちゃんなんか堀さんに似てる。ちょっと個人名が出てきたね。なんか要はハロウィンの格好してるんだね、ペコちゃんがね。手がキラッと、そうそう、ベルトみたいなのもなんかかぼちゃとドクロがあしらってあったり、あとピアスも、ピアス穴開けてるよ、ペコちゃんが。あら、マセタって、なんか目に十字架のカラコンが入ってるけど、これってどこでもやってるっけ？ペコちゃんのデフォだっけ、ね、十字架の目って、うん、ここのペコちゃんはね、ね、また安定のベロを出すっていうね。あーすごい、ね、なんか白と黒で決めてる中で、ほっぺにタトゥーも入れてるし、うん、あ、本当だ、コウモリのタトゥーも入って、やっぱハロウィンシーズンだからね、ペコちゃんすらもコスプレしてるっていう。私はペコちゃんのほっぺのパンプキン味が大好きだよ。ハロウィンだから。ハロウィンの、ペコちゃんのほっぺの歌って耳に残るよね。え、何ペコちゃんのほっぺの歌って、なんかあるんだよ、ペコちゃんのほっぺの歌が。いや、ほら、歌うと著作権がね。残念。ぜひ今度聞いてみてね、みんなも。そうこうしてるうちに、あー、なんか可愛らしいお店来たね。パンの秋ですよって書いてあって、どこに美味しいパンを召し上がれって、しかもその左下にちょっと船橋市の船橋がいる。ちょっと便乗しちゃってる感がなんばないけど、あ、でもこういうぶら下がってる看板がすごく可愛いなって。あ、本当だ、ボブランジェリー。なんかパリの街角にありそうな。あ、本当に、ね、何語だろう、なんて読むのか分かんないけど、天使がアスラってあって、ちょっと寄ってみますか。寄ってみますか、なんかというのも、今こっち歩いてきた時に、あの看板がすごく可愛らしいなっていう風に思って、あの看板、はい、ちょうど今あの 10年経って11年目になる。あ、そうなんですか。で、あの子供のコロナ、その時はあの2歳ぐらいだったんですけど、あ、お子さんが一応それのなんか似顔絵みたいな。あ、そうなんですか。そうなんですね。感じの、はい、あ、それです、はい、はい、あ、一応だからそういう感じで、その当時まだちっちゃかったんですけど、似顔絵、顔だけなんですけどね。そうなんですか、女の子なんですか。うちの家内が、上手ですね。素敵ですね。が一応モデルで、やったの。
その頃だからまだ幼児だったけど、もうあの、はい、中学生になっちゃいました。あ、そうなんですか。すっかり大きくなって、天使の女の子がお店と一緒に育ってきたんですね。あ、もうそうですね。長いがしてしまって大変です。もともとこの辺でお店を持たれてたんですか、それともここに、はい、うちの両親が、はい、もともとここでブティックやってたんですよ。あ、そうなんですか。ブティック、それで、まあ、パン屋をやろうっていうことになって、一応ちゃんと修行はしました。へえ、お店を開くということでできるようになってからやってます。へ、修行ってどれぐらいされたんですか。それがそんなにやってますよね。あ、そうなんですか。まあ、2年強ぐらいです。それって長いように思えるんですか。いや、全然短いです。そうなんですか。皆さんもう何年もやられてて、あとまあ、それだけじゃ不足してるんで、学校も行ったんですよ。へえ、学校にも行かれたんですか。それでやっと作れるようになった。そうなんですか、ね、みっちり勉強されて。どうしてブティックをされていたのにパン屋さんになろうと思われたんですか。それは全然僕なんか僕はパン屋っていう全然イメージがなかった。うちの家内がどっちかというと、はい、そういうふうに言い出して、で僕はまあ言われるがままに、あ、そう、じゃあやってみようかってことで、じゃあ作ってみるみたいな。でまあその時は全然もう作れなかったんですけど、まあ勤めてる間にだんだん、まあ、作れるようになったんですけど。へー、はい、今どういうパンが人気だったりするんですか。量的にやってるのが、はい、クリームパンなんです。あ、クリームパンなんですか。で、まあ今ここにまだ残ってるのがちょっとだけあるんですけど、はい、洋菓子屋さんのクリームパンって書いてあります、はい、まあ、一応この中にも使ってたり、下に土台に入ってたりするんですよ。あ、この辺の、ブリオッシュバーガーとか、で、その自家製 の, そのカスタードを炊いてるんですけど。あ、自家製なんですか。まあ、ほとんど自家製なんですけど、はい、そういう材料も全部、なるべくそういう風にほとんど、まあ、フルーツは買ってますけど、はい、それ自分のところで作るようなものは大体全部作ってます。へー、もう数が少なくなっちゃってあれなんですけど、そうやって作ってあるものが載ってたりとか、中に入ってるものが多いんです。へえ。佐々木正文です。日々富士見台の商店街を駆けずり回ってます。今日もよろしく。国立大学。なんかパン屋さんの朝って早いイメージがあるんですけど、まあ、なんか朝ってやっぱり忙しいんですか。全然なんか僕なんか下手なんでなんです。そうなんですか。なんかあんまり言えないです、そんな時間のことなんか。そんなにもうなんかどんどん慣れてきて、もうなんか遅くなってます。あ、じゃあお仕事に慣れてきて。まあそれもあるんですけど、やっぱり拘束時間が長いんで、夜閉めるまで行くとやっぱり朝起きれなくなってきちゃって。大変ですよね。長いんで結局途中で帰れれば、まあ、起きられるんでしょうけど、まあ、最後までいるんで、あんまりだから偉そうなこと言えません。よくただその辺の人っていっぱいあります、ね。あ、そうなんですか。そうなんですか。まあ、始発電車はもう動いちゃってますね。それなりに早いんですけど。早いですよね。ただそんなにびっくりするほど速くないんです。あ、そうなんですか。それも慣れてきたから。多少は、だから最初はもっと速かったです。あ、やっぱり電車が走る前にやってましたけど、だんだん慣れてきて、まあ、コツも掴んできたんで、なんか楽をしてで、次に行ったのがなんか素敵なねパン屋さん、なんか天使みたいなのが絵が描いてあったから、そうそうそう、かわいい看板に目を引かれて入ったと。あ、これなんだろうと思って入ったら、なんかあれだよね、子供の絵だったんだね、自分のね。そうなんだよね。そう、看板にはすごい可愛らしい天使の絵がね、あしらってあって、あ、いいですねっていう話をしたら、そうだ、オープンした時の子供の絵っていうことで、ただもうオープンからね、十何年も経っちゃってるから、今も中学生になっちゃって、だいぶ違う姿で、でもそれってすごい、お店と一緒にね、育ってきたっていうことでね、すごい、同じ歴史を刻んできたんだよね。そのお店の方は気さくな人でよかった、ね、なんか結構こういう街づくりみたいなことにも興味を持ってたみたいで、すごいなんか
地域のつながりを感じててよかった ね今までブティックやってたのにいきなりじゃあパン屋さんになろうと思って修行に出たなんて素敵、ね、すごいよね、びっくりしちゃった。パン屋さん憧れるね。パン屋さんっていいよ ねなりたいな、ね、毎日いい匂いがしてるし、ね、しかもね道歩いてたら結構でもいろんな絵が当ててあったからさ、うん、そうなんかすごい学園一番街にずーっといろんな絵が描けてあって何かなと思ってたら、うん、店の中にね、そう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 、1枚ずつぐらい絵画があって、ね、で気になってたところで、うん、一番なんか北側まで歩いたら、うん、やったねギャラリーが。あとね一番坂ストリートギャラリーだっけ、うん、学園坂ストリートギャラリーっていうなんかギャラリーがあってここが本拠地かと思って入ったら案の定ね、うんこれはどういう活動なんですか。今ちょっと目についたのが、うん、なんかさっきから商店街歩いてていろんな絵が飾ってあったりして、はい、でここに来たらなんか学園坂ストリートギャラリーっていう大玉とかがあって、うんはい、なんか素敵な絵も飾ってあるんですけど、はい、どういった活動なんですか。学園坂商店街のストリートギャラリーっていう今イベント中でして、はい、でそのイベントの準備に武蔵野美術大学の学生が参加させていただいていて、はいはいこちらの朝日さんの方に、はい、武蔵野美術大学の学生の作品も一緒に飾らせてもらってるって感じです、はい、そうなんですか。じゃあやっぱりいろんな作品がその商店街にあるのもこの活動の一環、はい、そうです。じゃあそれぞれのお店にあった素敵なあの絵画もみんなむさびの学生さんが描かれたものなんですか。そうですね、むさびの学生のもありますし地元の小平のアーティストの方のも飾らせてもらってます。あそうなんですね、はい、ちなみにむさびの方なんですか。はいそうですね。お名前を伺ってもよろしいですか。長見です。長見さん、長見さん、はい、学生初の活動なんですけどそれともなんかどういうむさびの中でどういう人が活動してるんですか。どこから始まったのかちょっとわからないんですけど、はい、なんか毎年私が視覚伝達デザイン学科っていう学科の学生なんですけど、はい、そこの3年生の授業で毎年その商店街のストリートギャラリーのお手伝いをさせていただいてるんですけど。授業でそんな授業があるんですか。授業です、はい、やってます。だからそのストリートギャラリーをやりつつその商店街についての意見とかも聞かせてもらおうと思ってアンケートを設置してます。だからこう木の幹があって、はい、そこに葉っぱの形をした紙切れにこう皆さんが意見を書いて貼ってるっていう、はい、ことなんですね。そうですね。ちょっと見てもいいですか。どうぞ。すごい気軽に買えるおやつを買えるとこが持ってあると小学生や学生が来そうとか。あ大事、ね、ここにゆるキャラを作る坂ちゃんとかってあるんですけどイラスト付きこの辺で坂があるんですか。なんかここ学園坂なんでそこだと坂になった。坂なんですか。今歩いてきたけどそう言われてみれば絵もねすごい素敵な、かっこいい。なんかシャツのデザインにしたいわな。たぬきおじさんっていう動物園のそばにいたおじさん何にも楽しそうじゃなかったっていう独創的なんかたぬきの思いっきりたぬきの柄した帽子をかぶった白髪の小太りのおじさんの絵とか。うち場所の寮生の方とかいらっしゃいますか。あ中には今はちょっとここにはいないです。あそうなんですか。いっぱい周りにはいます。せっかく近いので商店街来てくれたらいいなと。そうですよね。じゃちょっと宣伝しておきますね。ありがとうございます。素敵な空間があるよと。武蔵野美術大学の学生が授業でやってる活動なんだね。言ってた ねすごいね。だから絵を描いてるのも武蔵野美術大学の学生だとか、うん、あと市民のアーティストの方だとか、うん、あとなんか障害を持った方々の、うん、サークルって言ってたね。サークルって言ってて、あすごい。なんかこんなに市民とね距離が近くって、うん、市民が一体となって、うん、そうだね絵で街づくりしてる感じがすごい良かった、うん、これあの、うん、展示されてるね、うん、あの部屋というかあの空間の奥で、うん、近所のおばちゃんおじさんたちが楽しそうに喋っている、うん、あのなんかこう混在した感じもすごい良かったな、うん、ね本当になんか良かったね。肉屋とか魚屋って書いてあるから何かと思ったら空き店舗を利用してたんだね、うん、ということでね今日もいろんな話を学園一番街を聞いてきたわけですけれども、ぐらり歩いて楽しかった。国立の皆さんも、ね、そんなに距離も遠くないんで電車でも自転車でも車でも来れる距離にあるんで、うん、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。もちろん一橋の寮に住んでる方とかもそうだ、ね、近いからぜひ、ね、ぜひ遊びに来てもらえると思います。じゃあ、うん、ということで
今日お送りしたのは一橋大学経済学部3年生の佐々木正文と早稲田大学国際教養学部4年の福田香奈美でした。じゃあまた聞いてね。バイバイ。バイバイ。